川口で頑張っているアベントゥーラ川口というサッカーチームを応援する時間となります。さあ、今日第2金曜日は長岡修代表をいつものようにお迎えしながらも、予告通り柱谷浩一さん来てくれました。ありがとうございいますこんにちはお願いします お願いいたしますちょっと音源ではご出演いただいてたんですけれどもスタジオお越しいただくのは初めてということでいやいい雰囲気ですねいい雰囲気ですかね合わせてますのラジオずっとやられてたって現役上がってバブリーガーの頃そう言わはい。バブリーガーって言われたんですけどバブーガその現役を上がって柏レイソルで最高引退したんですけどもベイ FM っていう千葉の FM 局で最高です3年間 毎週金曜日金曜日で3時間やってました長いのよ柱谷さんがもうそれこそ柱となっての番組ですよね、はい、そうですすごい J リーグのことをお知らせする番組え最初の1時間は、はい、いろんなスポーツ選手を呼んでほうほうほう そのスポーツの違いとか楽しさをロッカールームトークって言ってロッカールームで喋ってるような感じで話しましょうって言って水泳の鈴木大地さんとかビッグだもんやっぱりアントニオ猪木さんとかそういう方を呼んでゲストにアシスタントが誰かついてアシスタントの女性のもいるんですけども進行はしていただいて僕とゲストの人がスポーツの楽しさについて話したり。 いやもう水泳はこういうとこ大変なんですよとか水泳やる人って手のひらにひれみたいなできるんですよねとかそういう話を1時間ぐらいやったに、まにレーソルとジェフですね当時、市原だったんですけどその選手を呼んでそれも千葉のチーム同士で選手交えて30分やっの 主催の県が持ってる30分のコーナーとかあったりとかして3時間ワイワイやりながらラジオはだからもう慣れっこの慣れっこということなんですけどなかなか FM 川口ご登場いただけなかったから長岡さんがなかなか呼んでくれないんですよ <laughs> 長岡 <laughs> って言いながらね <laughs> いやいやはいありがとうございます、はい、ということで今日は非常に楽しみにしておりますよろしくお願いします,ししますさあ長岡さんトップチームの動きからいきましょうかはい、うん、もう今はですねえっ、ー、ともう今月に入って ま,あそれこそまだ、ね、あのリリースしてませんけどもタイダンス選手がいたり新加入なる選手がいたりということでそういった発表が、ねえー、今月にあるのかなというところと本当その来季に向けて、うん、あの補強とか、うん、今、そういうところに動いているところですね。まああうん、活動の方は、えー、と来週かな えーから、あの既存の選手、残る選手だけでまずトーニング始めていくっていう感じですち,ょちょっとあれですよね、あの中村監督に言わせると、ちょっといつもより早めに練習をちょっと再開するみたいな話ですもんね、う来週なんだ、それがね。はい、はい、じゃあ、トップチームは頑張ってるところで新加入、対談んなかなかこれがね、毎回厳しいところになるわけですけれども。はいまた リリースを楽しみに待つことにいたします。はい、さあ、柱谷さんを長岡さんからちょっと紹介していただきたい。はい、いつからアベントラ川口に携わってもらって。もう4,5年。四、五年前です、ね。柱谷さんだって、まあ。 どうしてってやっぱり思っちゃうんですよね。はい、地域リーグに今何という肩書きで入ってらっしゃいますか。えっとテクニカルアドバイザーっていう、はい。これもちょっと難しいんだけど、はい、えっと他のチームでは地域リーグではそういうのやってないですよね。えっと実は、うん、あの拓殖大学サッカー部で。テクニカルアドバイザーをやってまして。はい、まあ大学ですもんね、はい。大学で、でそこでやってる時に。うん、あの練習試合で。アベントゥーラ川口っていうチームと。はい、あの練習試合やると。 それで「え川口にそんなチームあるの?」って調べたんですよネットでそしたら「J リーグを目指す」みたいな書いてあるんで「ああこれはこんなチームあるんだ」と思ってその練習時代の時に別のチームだったんですけど B チームがやるんだったんですけどそれ行って監督さんと話させてもらって最終的に長岡さんにつなげてもらって。 でパルコの上でパルコの上のカフェバーで <laughs> あの話させてもらって <laughs>、はい、じゃあ何か僕に手伝いできることありますかみたいなんで僕は南あの浦和に住んでるんですけども、はい、でもう近いし地元のチームだしぜひ何かやらせてくださいって言ったら、まあ、それからの縁ですねこれがだからこれ聞いていいのかあれなんですけど、はい、レッツさんもあるわけじゃないですか浦和といえば、はい、だけど、はい、そのよりなんていうんだろう小さい コミュニティというかそういうところにっていうのは何か理由がとのはラーレッツの方は、まあ、もちろん選手として J リーグ開幕の時にキャプテンとして2年半ですかね、はい、プレーして、うん、でその後 GM も2年間ぐらいやったんですよ。はい、でもうある程度ちょっとやりきったかなっていう感じもあったので、ねはいまあ、大学の指導をしながらこれから若い選手を育てていこうと思ってた時に、うん、そういう話そういうチームがあるって分かったんで、はいうん、まあ 名古屋さんと話させてもらうと、うん、まあ非常にこういう方なんでもう前向きで <laughs> 明るくてポジティブな方なんでん、うん、あぜひ何かやらしてくださいっていう話になった、ね、うもうそれが45年前になるわけですか。はい、<ー>そうですねでもう、えー、と本当にこう関わっていただいて、まあ、すぐにカントリーグ昇格っていうところもありましたから、はい、やっぱりいろんな大きい影響は。 はい、うん、ありますね。という中で、うんまあ今年1年をちょっと振り返る時期ですので、橋田さんにも見ていただき、はい、まあ数年見た上で、今年のチーム、どうでしたか、えー、前半戦苦しんんだで、すよ本当に出足が <laughs> あんまりちょっとで僕も監督もや、J リーグで監督長くやって、自分もやってる立場から言うと、まあ、中村監督は現役上がって、はい、ですぐに。 あの、今年監督をやられたん、はい、やらやったんで、はい、まあ、ある意味。少しそこは慣れがなかった部分はあると思うんですよね。前半戦すごく苦しんだんですけども、はい、なかなか勝てなかったですね。後半戦からガーって勝ち込んでいってで最後いい形で覆われたので、まあ、シーズン通して考えると。 その前半勝てなかった部分がちょっと成績的には厳しかったかなっていうふうに思うんですけれどもでも後半戦の,その勝ち込み方を見ると来シーズンはもうスタートから中村監督やってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますい本当に期待します、はい、そこをねでもあれですよねいろんな立場を経験されてる柱谷さんにちょっと聞いておきたいのは、はい、立場が変わるっていうことはやっぱり見方サッカーに向き合い方も全く変わるわけですか、はい、どうなんでしょう そうですね、まあ、選手としても監督としても自由もしてもうやってこれてるので、はい、まず一つはそれぞれの立場でそのクラブ全体を見ることができるということなので、うん、まあ選手に対してもいいアドバイスができるし、まあ、監督に対しても聞かれたらいいアドバイスもできますし、うん、まあそのクラブを運営していくとか、うん、チームをどうやって作っていくかみたいなところに名和さんに相談されたら自分の経験として話せるので。 まあ自分が経験してきたことで、はい、まあクラブに貢献できるっていうところはあるのかなっていうふうに思います。本当に心強い方も入ってくださってますね、長岡さん。そうですね。ねえ。あのちょっと長岡さんも昨日もちょっと、ね、あるイベントの話したんですけど、はい、あのまあ本当にもうお付き合いが結構ねあのよくしてやってんで、はい、あの柱谷さんを橋さんって呼ばせていただいてるんですけど、うんうん、あの先日もねあのそういうことで日本の日本サッカー界の もう殿堂入りのこうに上がってた方なんですよ。はい、あの、でもそれってすごい。ね、ね日本、やっぱ日本サッカー界に大きな影響を与えた方に、え、うん、与えるもので。 でそこにね、まあ、ちょっとかなわなかったですけどでもそこにこう候補として上がるっていう方がねやっぱこうやってクラブにかかって頂い,いてるっていうのは日本サッカー界のレジェンドというかね、うん、まあそういう方が、ね、いらっしゃったんで心強いですし今日もね午前中になんかスタジアムのちょっと話をさせていただいたりとか、うん、そういうところでもやっぱ橋田さんの経験値とか、うん、やっぱ新しく作ったらこういうのがいいとかやっぱいろんな話もしていただけるので。いやそそりゃううよ、うん、ちょっとこう うん、なんだろう広い範囲でね意見をいただける感じがするものそうなると私はここは聞いておかなきゃっていうのが、はい、アベントゥーラの今の強みと足りないところ、はいはい、これを伺いたいやっぱり社会人サッカーって今最初にお話しあった通り毎年メンバーも変わってしまうっていう弱みもあるんだろうけど踏まえて教えてて教ください、はいえーまあ、大学でも指導していてで川口でも指導してるんですけれども。はい ア、まあ、アマチュアサッカーじゃないですか、はい、で僕は J リーグで、えー、山形京都栃木北九州で監督やりましたけれどもアマチュア選手っていうのは、うん、目が本当に純粋なんですよでプロの選手ってすごい野心があるじゃないですか。<laughs> もう俺はここでプレーして上に上がっていくんだとか<や>海外に行くんだとか大事ですよ金稼ぐんだみたいな。<laughs> ちょっとそういうところはあるんですよ。はい、でもやっぱ川口の選手とか見てると、仕事やりながら夜練習して土曜日土日使って試合やって、でまた月曜日から仕事やってでそういう中でサッカーを一生懸命やってる彼らを見ると、はい、もう本当に感動するんですよね。うん、そうだろうな。うそういうところが僕はもう社会人の。 あのサッカーの良さだと思うんですよね。でまあ今年はねあの最終的には4位っていう形で、はい、あの一部昇格ならなかったですけれども、はい、まあ彼らのそういう姿を見ているとあの。 まあ来年は必ず上がれるっていうふうに確認してますし、うん、メンバー変わったとしても中心選手は変わらないので彼らが、ね、チームを引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますここで思うんですけど、はい、これ FM 川口でもう何年も8年9年目ぐらいにコーナーやらせていただいておきながら、はいはい、どうしてこんなに広まらないのってこんなに素敵なダメじゃないですか広まってくださいけどでもなんもっと広まって知ってもらうにはどうしたらいいと思います そうです、ね、あの一番あの僕がクラブとして目指していかなきゃいけないのは川崎フロンターレ、はい、今ではねもうビッグクラブでう、うん、もう J リーグでも優勝してアジアにも出ていく、うん、三笘選手とかいろんな選手に出てくるようなクラブになってますけれども、はい、あのフロンターレの一番のベースになってるのは、はいうん 本当に板板営営業業なんですよドブ板営業もう選手たち一人一人が商店街回ってポスター配りして、うん、であのカレンダー配ったりで地域のお祭りとかに出たりとかしてあの選手たちが J1、はい、で活躍選手してる選手たちがそうやって自分たちで回っていくんですよね。うんうんうん やっぱそれがやっぱその川崎フロンターレの良さであるしあのアベントゥーラ川口がこれからやっていかなきゃいけないことだしまあ今はやってますけどね、はい、だいぶ地域との、ねはい、つながり増えてますよね、はいはい、そうやってこう回っていくことで、うん、アベントゥーラ川口っていうチームが。 あ,川口にあるんだっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなとままさにそう、本当ちょっと一番はやっぱり FM 川口がね、<laughs> ちょっと頑張ってもらわないと、<laughs> これ以上、頑張るぞ電波もっと強な、うんて、<laughs> ね、なかなか聞けないっていうね、もねですね、耳に入ってます、あ、本当に先ほどもね、長岡さんから日本サッカーの殿堂入り候補に上がられたなんて話もあったんですけど、やっぱり J リーグ、けん引されてきた方じゃないですか、はい、本当にすごい方が今、目の前にいると思うんですけど。 あのそういった世代の柱谷さんから見て今の J リーグ面白さどうなんですか。僕らが最初 J リーグ始まったとこ時は十チームしかなかったんですよ。で今ではもう何チームですか。十八十二十全部二十になったんです。二十二十みたいな。これ今年初めて。J ワンができて、J 三ができて、で全国に六十チーム J リーグのチームがあって。 さらに J リーグを目指しているチームがいっぱいあると。はい、で、初代千葉の川口さんがおっしゃってたのは、はい、やっぱり地域に根差したクラブを作っていくと。うん、で、今もう全国各都道府県にそういうクラブができてきていると。うん、でそうなるとやっぱサッカーの普及ってすごいんですよ。うん、で大学で指導していると、はい、もう本当に5、6年前と比べても。うん 選手たちの質が上が上ってきてる<ー>てるっいうことは裾野がすごく広がってきててあのグラスルーツっていうんですけども,、はい、もう子どもたちのサッカーがすごく普及してる分だけ山が非常に安定して今度高くなってきて上の方のレベルがやっぱ上がってきてるとそれはもう三笘とかね、まああいう選手が出てきてるっていうことにつながってると思うんですけれどもやっぱ普及がやっぱりすごいなって。 本当に埼玉はだってそうです。よね,すね昔からサッカーどころって言われてたんです。やっぱりそれ日本代表、三苫選手の名前も何度も出てますけど、はい、日本代表の選手見ててもそれ感じます。それは感じますね。<ー>で、我々の時代も、はい、と僕もそうなんですけども。はい、あのま j リーグでプレーして、うん、で海外に行く。 チャンスもわずかなからあったんですけども、うん、実際自分が本当に行くってなるとやっぱり現実的に感じられななかったととろあると思ううんんでですよだやっぱり日本でプレーしている方が海外でプレーするよりも活躍できるっていう思いがあったからだと思うんですよね、うん、だからなかなか海外に飛び出していくっていう感覚にならなかったんですけれどもやっぱその中田選手とか先陣を切った選手たちがいるので、うんはい、今の選手はもうすぐ行っちゃいます。<laughs> <laughs> <laughs> 待って待って待ってみたいなもうすぐ行っちゃいます活躍したら <laughs> でそういうルートも本当いっぱいできているのでじゃあぶん変わってるんですねやっぱり変わってきてますねあ<ー>まあその辺はもう大学生でももちろん J リーグに行くっていう行きたいっていう思いはありますけど、ねはい、チャンスがあったら大学出たらすぐ海外行きたいぐらい拓殖大学の選手もこの間見ましたよテレビでそうですね何の試合だったんだろうあれ あのアジア大会ですね。あ,はい、あの日の翔太っていう三年生なんですけども、もうすでにあの年数に決まってて、あもうそうだそうだ。はい。強化シーズンに決まってまして。ううう名前出てました。うん、もうずっと夏過ぎから年数行ってます。で関根っていう選手は、はい、あのカカシレーソルに、うもう三年生ですけど、うもう。 契約して決まってるえ。大学あと一年通った後ってことですよね。えいもうおそらく来年から行っちゃ,っちゃうんですね。四 <laughs> 年生はなしでみたいな。まあ授業はまあそんなにないのでな。なるほど。あ、そっかそか。受け入れるて。私はなので。はい、あ、いけるっていうことですね。はい、もう多分いないですね。あ<ー>、そういうことなんですか。なんかその育てていくみたいな楽しみってどんなところなんですか。いや、やっぱりその一番の喜びは自分が育てた選手が、うん。 J リーグでプレーしていて、うん、でそれをやっぱ見る、うん、で例えばアナウンサーとか、はい、僕も解説やってますけどそうですよねま解説が「拓殖、うん、大学強化指定の日野翔太」って言われた瞬間に、はい、もう「よかった」みたいな。<laughs> <laughs> わあ <laughs> っとなるわけです、ね、ててよかったっていうような思いになりますね。難しさってないですか、その若い子たちに伝え方っていうか、ご自身の。もうそれありま時と、どんなとこ気をつけてるでしょう,う。やっぱパワハラは一番気をつけて。そうか。え、ご自身の時代はあったな、な、しなかった、あったは言えないんだ。<laughs> いや、まあ、がん、がん、がん言われましたけども。まあ時代がありますからね。まあ、今、指導するときに大事なのは。一人一人の個性をしっかり見てあげて、うん、やっぱいいところを伸ばして、うん、いいところを褒めてあげて。うんうん 9褒めて1位直すところを言ってあげるっていうふうにやっぱ乗せてあげないとこれでもすんごいしんどくないですうんそうですねまあ一人一人しっかり見なきゃいけないそ,<う>それぞれ性格が違うのでそれを見なきゃいけないっていうことはまあ,ありますね、はい、でもこれやっぱりチームスポーツじゃないですか、はい、同じフィールドにいる選手のことやっぱ見るっていう力は皆さんいやすごいたけてらっしゃるのかもしれないですね。監督指導者っていうのは、うん 監督がいるとするじゃないですか。はい、選手が三十人いるじゃないですか。はい、で、選手から見ると監督は一人なんです,ですね。監督から見ると、それは一対三十なんですけども。はい、実際対面するときは、一対一っていう感覚で見てあげないと。<ー>選手が自分のことを見てもらってないと思うと。うそれはもう、こっちの方を逆に見てくれないんですよね。だから、そこ一人一人よく見てあげて、朝出て、練習出てきたときに。うん あ今こいつどういうテンションで来てんのかなとかなんかちょっと元気ないなと思ったらちょっと声かけてあげて「どう?」みたいな「なんか大学ちゃんと授業出てる?」とか「彼女元気?」とか <laughs> いろんなことご存じ <laughs> そういうことも「バイトどうなの?」とか<れ>そういうこともちょっと聞いてあげて嬉しいでしょうね、はい、見てもらってる感覚絶対嬉しいよな、はい、さあ BGM を カマルさんのゴアベントゥーラに変えつつ長岡さんに引き続き伺っていきますけれども、やっぱり今の話を伺ってても電動入りしてほしかった。いやそうですね、間違いないです。間違いないです。ご自身も入ってておかしくなかった。いやあんまりそこは、いや待って、はしゃさんからその話なかったんで、僕はちょっとこう情報的に、情報で入ってたんで、そういうことなんですね。はい。あって思いましたよね。ぜひこの後もでも。 アベントーラが J リーグに行くまで柱谷さんにはもうずっとこう並走っていうかねいやもちろんそうですいやすごい楽しみだなと思っているところです、はい、長岡さん今後の予定ちょっと短めにいただけますか はい、えっ、ー、と、そうですね。あの、もう個室戦は年明け一月の下旬に、おそらく、あの三陸にカップっていう天皇派の羽予選が。早くも始まるので、はいはい、まあ、それに向けて、えー、いい準備をして。で、やっぱり、まあ、四月からまたカウントリーグが始まりますけど、うん、もう本当に、あのー、カントリーグ二部に三年にさっちゃったんで。<laughs> 次は必ず紹介できるように、いい準備をして。<laughs> はい、あのー、中村、ああ、体制のもとね、えー。いいサッカーして、強い。 アベント見せるに頑張りたいと思いますありがとうございます、はい、柱谷さんからも力強い言葉いただきましたのでお時間あと23秒となってしまいました柱谷さん本当ご来局ありがとうございました、はい、またぜひお願いいたしますありがとうございますまた来ますはい、はい、ありがとうございましたアベントゥーラ川口目指せ J リーグこのコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りしました長岡さんそして柱谷光一さんありがとうございました